ブランドロゴブランドマークウールシュポルトはドイツバーデンビュールテンベルクシューバーリンゲンに本拠を置くフットボール用品メーカーである1948年創業フットボールプレイヤーのためだけに70年以上にわたって製品を作り続けてきたウールシュポルトウールシュポルトの歴史は1948年にドイツ南西部の小さな町ボリンガンで創始者であるカールウルが 最初のスパイク用の革製スタッド付けを製作した時に始まった。日本国内においては1970年代より輸入されスポーツ用品メーカーであるリーベルマン、プーマ、Z などを経て現在はユナイテッドスポーツブランズジャパン株式会社が日本国内総代理店となっている。日本法人ではウールシュポルトの名称を使用。サッカー及びフットサル用品の製造。 販売を事業の中心に置き、特にゴールキーパーグローブにおいて有名である。1970年代、GK グラブの評判が高まり、GK グラブの他にも、ボールやシンガード、バンデージまで商品展開を拡大。1980年代、ディノ・ゾフやワルター・ゼンガをはじめ、世界各国のナジー系たちが、ウールシュポルトのグラブを愛用して結出した成績を収め、 GK 用品のプロフェッショナルブランドとして地位を確立。1990年代、ブンデスリーガのクラブをトータルサポートするなどウェアにも注力。2000年代、日韓大会でウェアを着用したスロベニア代表がワールドカップ初出場。シューズ契約のパベル・ネドベドがバロンドールを受賞。フランチェスコ・トルドがイタリア代表として活躍。フットサルシリーズ、シャラを 発売開始。2010年代、南アフリカ大会で、全 GK96 選手中27選手が、ウールシュポルトの GK グラブを着用。ペペレーナ要するスペイン代表が優勝。ブラジル大会で、イラン代表がウールシュポルトウエアを着用し出場。ロンロベルトツイーラー要するドイツ代表が優勝。ロシア大会で、 チュニジア代表がウールシュポルトウェアを着用し出場。ウーゴロリストダニエルスバシッチが決勝戦で熱戦を繰り広げ、フランス代表が優勝。2019年には日本代表ゴールキーパーゴンダシューイ一選手と契約。ありがとうございます。